3月11日、今日は久しぶりに晴れました。昨日は雪が降りまして、かなり冷え込みました。靴が凍ってしまって、足裏が痛すぎて、バーナーを取り出して、少し温めてからまた履き直しました。これ磐梯山がちょっと見えないかな。こういう感じですね。今日は、朝6時半に、キャンプを畳んで歩き始めて今ちょうど1時間です。桧原湖は結構大きい湖ですけど、周りほとんど道路だけで、何もありません。ペンションとかトイレも冬季閉鎖、キャンプ場も閉鎖のところがほとんどです。すべてと言っていいです。五色沼の付近は、セブンイレブンがありますし、トイレもやってますし、ホテルもやってます。それ以外はほとんどこんな感じで雪に閉ざされてる感じです。磐梯山が綺麗に見えます。それでもうすぐ道の駅に着きます。ここも唯一やってるとこです。でも昨日寄りましたけど、あまり大きなとこではありません。何か個人経営みたいな感じのとこです。磐梯五色沼の瑠璃沼です。磐梯山が見えます。ここは弁天沼です。五色沼の毘沙門池です。雲が飛んできました。毘沙門、この最後ですね、これ、水の出口、次第から撮ります。吾妻連峰がずっと見えます。
夕方の景色です。ちょっと高台の見えるとこ行きました。素晴らしい景色に見えます。はい、磐梯山です。ずっと来て、はい、今いるところです。